どうもキミマロです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。昨日から台南旅行を楽しんでるんですけども、今日はですね、台南最大の夜市、こちらの花園夜市というのに来てみました。すごい規模でびっくりしてるんだけど、見えます？あの上りがバーッと立ってるんですけど、あれ全部夜市のお店の上りだそうです。こんな規模の夜市見たら僕初めてです。さすがに台北のシーリン夜市よりもね、でかいんじゃないかっていう風な気すらするんですけども、この後ね、中に入っていっていろいろお店をぐるっと回りながら見ていって、で気になるものがあれば実食してみようと思ってますので、食レポまたしますんで、よかったらねご覧いただければと思います。かなり広いのでどれぐらいね回れるかもわからないんですけど、ちょっとね行ってみたいと思います。では行ってきます。はい、ではここが入り口なんで、ここから入ってきます。いや人がすごいな。昨日台南の2番目に大きい大東夜市というのに行ったんですけど、それを上回る人手な感じしますね。すごい賑わってる。でもなんか大東夜市より道幅が広いから少しは歩きやすいかもしれない。いやーどれも気になるな。唐揚げとか、あとこれはアボカドのドリンクかな、アボカドドリンク結構あるんですよね台南で。うわ何これ、貝だ、ちっちゃい貝だ、最初虫かと思った。お酒のつまみ的なやつですかね。家族連れ、カップル、いろんな方がいます。台湾の屋台よくこれ見るな、ガスバーナーでお肉を焼いてるやつ。鶏肉かなこれは、あ、じゃあ牛肉か。すごい、これなんだろう、イカ、イカかな。あ、これメンシェンもありますね。メンシェン僕好きなんだけど、台北で結構食べるけど台南にもやっぱりあるんですね、メンシェン。これあ、サバヒーだ、サバヒーのフライだね、サバヒーフライ。あらゆる食べ物があるって感じですね。貝、これはスープにしてくれるのかな、貝のスープだ。すごい、これこのサイズのイカ大きい。一口大に一応切ってくれますね。イカ食べたいな。台南やっぱり海産が美味しいので、イカとか魚とかそれ系あれば食べたいですね。こういう普通にパンとかも売ってるんだ。これはこうやって食べたいな、美味しそう。これ美味しそう。イートインスペースで食べてる方もいます。こういう風にテーブルはあるんですね、屋台だけど。すごい、いやこの規模の大きさはちょっと震えるな。楽しい、ワクワクする。ソーセージだ、大腸、美味しそう。あ、これは胡椒餅ですね、胡椒餅。この中で焼いてるのかな、今焼いてないから。美味しそう、胡椒。これはジュースか、フレッシュジュース。これ後で飲みたいな。なんかこの場で作ってくれるジュースやっぱ美味しいんですよね。お客さんが、あ、エビ美味しそう。これ何、パン、エビがパンにくっついてる。わあすごい。わあ結構大きい。あ、これ昨日もあったな、フルーツになんかかかってるんだよな。かかってる黄色いやつ何なんだろう、気になるんだよね。台北だと見たことないやつとかも結構ありますね。タピオカ、タピオカはね普通にやっぱりどこも未だにありますよ。台湾ではね流行りのドリンクという感じでもないので、普通にみんな飲んでるもの。タンフール、ブレブレだ、かわいい。こういうフライ系が結構多いですね。これもいい香りだな。台湾屋台のあのスパイスがすごい僕好きなんですよね。いい香りしてて、これも美味しそう。でも量がすごいな、これなんだろう。
トニオーピンだ。揚げてるんだ。トニオーピンを揚げてるってこと。へえ、すごい。美味しそうだけどカロリーえぐそう。あ、スイカジュースとパパイヤジュース、パパイヤミルク。ここのパパイヤミルク美味しそうだな。ちょっと後で寄るかも。で、やっぱりここの夜市も、夜市の奥の方に来るとこういうゲームプレイスポットがあるって感じですね。はい、一応これが一番後ろかな。結構距離あったぞ。これが何列もあるってことでしょう。うわ、すごいな、そう考えると。ここのエビはさっきのエビよりまたでかい。美味しそう。すごいいい香りしてる、ガーリックの。食べたい。ここもゲームスポットで、ここはボールを投げるゲーム。こっちはすごい弓矢だ、アーチェリー。弓で風船いるんだ。めちゃめちゃ難しそうだな。うま、上手だなあの人。これはなんか、なんだろう、パズル。これはなんだろう、ルールがわからないゲーム。台南の夜市は大きい夜市が3つあって、この花園夜市が一番大きいんだけど、2番目に大きいのが昨日行った大東夜市で、その次に大きいのがウーシャンイエシーっていうやつがあるんですね。武政夜市と書いてウーシャンイエシーで、この3つが毎日日替わりで開催されるらしいです。月火水木金土日と毎日違った場所で開催されるんだけど、なんか現地の方の覚え方、どこで開催されてるかの覚え方としては、ダーダーウーファーダーファーファーという覚え方があるらしくて、ダーが大東夜市で、ウーがウーシャン夜市で、ファーがファーユエン夜市で、大東夜市、武政夜市、花園夜市ということなんですけど、でこれが月火水木金土日で、開催されるので、例えば今日は土曜日なんで、土曜日だったら最後のファーファーのファーのところなので、花園夜市が開催されてるっていうのを、分かって、それでこの花園夜市に来るって感じですね。なので毎日この規模の夜市が楽しめるというのがこの台南なんですよ。すごい。はい、そんなね、台南の最大の花園夜市、ここでちょっとね、気になるものを探していきたいと思います。この2本目の通りは若干通りが狭いので、さっきよりは進みにくそうな。これ昨日もあったけど、うずらの卵を串焼きにしてくれてるやつですね。これ美味しそうだな、ちょっと食べてみたいんだよな。これももうちょっと見て回って、気になるのがあれば食べます。ああ、ここはね、今すごい臭豆腐の匂いがすると思ったら、臭豆腐のお店でしたね、これ。煮込んでます、臭豆腐。ここも臭豆腐ですね。たっぷり。すごい匂い。僕は臭豆腐好きなんで大丈夫ですけど、臭豆腐苦手な方はこのエリアきついんじゃないかなと思います。そこにも臭豆腐の店ある。おお。ここもサクサク臭豆腐。あ、ここも美味しそうだな。大きいな、一個一個が。お鍋みたいなの食べてるみんな。夜市でお鍋食べるんだ、すごいな。ここもフライドチキンかな。あ、焼いてる。鶏のもも肉。しかもね、あ、すごいこれ。鉄板焼きだ。あ、これでも見たことあるな。鉄板焼きだ。パスタ。その上に鶏肉ソテーしたやつ置いてる。めちゃめちゃボリューミーだな、これ。あ、しかもそこにソースかけるんだ。うわぁ、うまそう。これ食べたら一発で終わるな。すごい。びっくりドンキーだよ。あ、イカ焼き。イカ焼き、美味しそうだな、ここのイカ焼き。身がすごいでかい。肉厚。でかっ。花生トースト。これは美味しそうだな。
台南の料理じゃなさそうだけど、ここに練乳、うわ練乳たっぷり、チョコ、台南のチョコだ、すごい、うわうまそう、シナモン、こっち、あ、大阪焼きだ、昨日もあったけど、これ大阪焼き、日本の方からたこ焼き、たこ焼きだ、完全に日本のたこ焼きですね。これは今日アンピンで食べたけど、あの缶オケパンってやつだ、ああいう感じで揚げパン、トーストの中にクリームシチューを入れてる、美味しそう、え、あ、焼きおにぎりだ、かわいい、こんなカラフルな焼きおにぎり、へぇ、色味違うのかな、もう本当に日本の焼きおにぎりそのままって感じだな、そろそろなんか食べたいな、わ、これ昨日もあったルーエーだ、これ買って帰ろうかな、昨日結局買って帰ろうかと思ったけどお腹いっぱいだから諦めて今日買えばいいやと思って、すごいこれ鳥の足だ、後でここお土産に買いに来ます、この通り行ってみよう、うわトウモロコシ、あトウモロコシ食べようかな、トウモロコシが美味しそうなんでこれ食べます、結構たっぷり塗ってくれるんですね、どんな味なんだろう、あ、これだ、僕食べたいやつ、大腸包丁って書いてあるやつ、包丁大腸、この台北でも何度か食べたことがある、あ、ここすごい並んでる、よし、ここを並ぼう、台北の場合ってあの白いお米の腸詰めでこのソーセージを挟むのが主流なんだけど、ここのやつは別々に切ってそれをまあ両方混ぜて器に入れて提供するって感じなんですね、ちょっとだから台北と盛り方が違うんだ、トッピングはしかもちょっと自分で選んでいいんだ、夜市の中だと座れるスペースとかこう軽く広げてね食べられるスペースがなかったので、さっきのね入り口まで一回戻ってきました、ここで食べようと思います、まずこれ大腸包丁見えるかな、はい、こちらいただきます、いろいろ食べたいんでちっちゃい方しました、はい、まずソーセージ、うん、おいしい、やっぱり台北と一緒で台南のソーセージもちょっと甘いです、甘めなソーセージ、そしてこのお米の腸詰め、これもいただきます、うん、もち米だからもうもちもち、これ多分ね台湾バジルが乗ってますね、これがね台湾バジルだと思う、これの香りがまたいい香りで、うん、合う、トッピングもいろいろね自分で乗せられるんだけど、僕は玉ねぎと生姜の酢漬けガリみたいなやつと、あとニンニク取りました、うん、ニンニク一緒に食べるとまた美味しい、あ、これ美味しいな、あ、ニンニクでも生だから結構ピリッときますね、食べ過ぎると体に良くないかも、うん、僕が今日買ったこの大腸包丁のお店、ここは結構有名らしくて、台南の YouTuber さんとかここの夜市来たらみんなこれ食べてましたね、有名なだけあって美味しい、切ってあるから食べやすいっていうのもいいですね、うん、これうまい、タレがまた美味しい、甘い、タレがね、またすごい美味しい、甘じょっぱいタレいいな、台湾の方毎日こういうのを夜市で気が向いたら食べられるんだ、日本もお祭りの時だけじゃなくて
普段からこうやって夜市みたいなやつあったらいいのになかなかないですよね。行ったことないけど博多の屋台とかにイメージ近いのかもしれない。普段何もない、多分ここも駐車場とかだと思うんだけど、そこにこういう風にドーンと夜市が登場して夜になるとお店営業してるっていうね、これは日本でも夜市文化あってほしいな。これ美味しい。これ台湾バジル乗ってるけど、台北の大腸工場を食べる場合ってパクチーが乗ってる気がするんだよね。ちょっとそれが違うかも。完食。次これ行ってみましょう。トウモロコシ。うわすごい、結構でかいな。こんな感じでちょっと見にくいかもしれないけども、割とたっぷりタレ塗ってくれてます。二重に塗ってたな。何を塗ったんだ。多分ね、でもサチャジャンの味がするって聞いたことがあるんで、ちょっとこれもいただきます。おいしい。トウモロコシがすごい甘い。サチャジャンかなこれ。なんかちょっと違う気もするんだけど、辛くもなく、でもほんのり甘じょっぱい感じですね。日本にはない感じのタレだと思うけど、これ非常にすごい食べやすい。ごまっぽい味もするけど、でもごまじゃないと思うんだよな。あ、ピーナッツ粉かな。ちょっと甘じょっぱいのピーナッツ粉かもしれない。ちょっとピーナッツみたいな味するかもしれないですね。美味しい。これもんで食べちゃう。しかしトウモロコシ甘いな。台南ってトウモロコシ結構有名なんですかね。すごい甘い。で粒もすごい取りやすいし食べやすい。完食、ごちそうさまでした。まだまだ食べます。カンフール作ってるとこだ。こうやってこんなにグツグツのこれ飴なんだろう。ここにイチゴくぐらせるんだ。トマトも刺してる。あ、これ結構有名なやつじゃないかな。これ食べたいんだよな。これ食べましょうか。20元、安い。いいが、いただきます。で、ここにこうトッピングでね、タレとか自分でつけていいらしいんですけど、何でしょうかね、醤油みたいなやつ気になるな。これこう、あとこの赤いやつ、これにしよう。これでいただいてみます。もうこれここでいただきます。うまっ。熱々。周りは揚げたかまぼこみたいな感じ。おいしい。このタレも醤油だれ、甘醤油みたいな感じで美味しい。20元だから90円ぐらい。厚、卵が8分の1ぐらいの結構ちっちゃい細切りの卵、ゆで卵が入ったけど、これもアクセントになってていいですね。これも結構人気らしいです。美味しいです。うまい。ごちそうさまでした。なんだこれ。あ、おつまみ、かば焼きさん的なやつかな。駄菓子だ。量り売りのやつだ。お洋服売ってるお店とかもある。あ、かわいい。チュロスがプリ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 出てクレープ。あ、ここもクレープ三枚焼きだ。すごいな、達人の技だ。トウモロコシカップ、すごいなこれ。トウモロコシこんなにたっぷり入ってる。この上にさらにトッピングっていう面白い料理。もう結構お客さん多いな。グアバかな。え、なんだあれ。グアバをタレみたいなのを混ぜて、このちょっとやっぱイカ焼き食べたいですね。グアバでもでかいな。でかすぎると食べきれなそうなんで、おじさんお餅。おじさんがお餅を作ってくれて、かわいいな。きなこ餅みたいなやつ。これ美味しそうだな。美味しそうだけど、あの量は食べきれないな。
ちょっとやっぱりさっきのイカ焼きが気になるんで、イカ焼きを買おうかと思います。ここのやつにしようかな。老舗っぽい感じなんで、これにしよう。120ね、大きいな。でも美味しそうだな。これにしよう。だからこっちの大きい方が120元だけど、こっちの方が100元だったらしくて、こっちにしてもらったんで100元だそうです。ちょっと小ぶりなのかな。でも小ぶりな方が今は助かる。食べきれないかもしれないんだけど、美味しそう。食べやすく切ってくれる。このままかぶりつくのもいいけど、さすがに食べづらそうなんで切ってもらえると助かります。そしてあとやっぱりね、臭豆腐も食べときたいんで、ここの臭豆腐美味しいって聞いたんで、ここで臭豆腐買います。塩地臭豆腐かな。飲み物も欲しいんで、ここ結構お客さん何人か並んでるんで、ここでちょっとなんか飲み物買おうかなと思います。どれにしようかな、悩むな。迷いましたけど、スイカジュースミルクというのにしました。さあ、またいろいろ買ってきました。まずはやっぱり夜市だったらこれ食べたいなというところで、臭豆腐、臭豆腐ですね、こちら買ったんでいただこうと思います。見た感じはね、結構臭豆腐一個一個が大きい。さあ、味はどんな感じでしょうか。揚げたてなんでね、結構まだまだ熱いと思います。いただきます。うん、持ってたから少しね、厚さは控えめになっちゃった。少し冷めちゃったけど、味うまい。しっかりサクサク、うまいっす。もう深い用にしてもらって、タレとピリ辛ソースいただいたんだけど、どっちもお店で食べるのと同じぐらいうまいっすね。白菜キムチみたいな、これも美味しい。水キムチみたいなやつね、これもね、合いますね、相変わらず。うん、やっぱり台湾に来たらね、臭豆腐食べたいんですよね。うまい。やっぱりここの臭豆腐も揚げてるんで食べやすいと思います。臭豆腐いろんな種類、煮込んだりとか焼いたりとかいろいろあるんですけど、揚げた臭豆腐がね、一番食べやすいと思うんですよね。なので臭豆腐チャレンジしたいけど、本当に食べられるか不安な方はね、まずこの揚げから試してみるといいんじゃないかなと思います。これ美味しいです。うん、最後までサクサク。うん、完食です。打ち直しにさっき買ってきたジュース、こちら結局いろいろ悩んだんですけど、スイカミルク、スイカジュースミルク、これにしました。これをね、いただいてみたいと思います。ミルクも美味しいというお店だったので、こちらのウォーターメロンジュースミルクというのにしてみました。50元でした。いただきます。美味しい。スイカミルク初めて飲んだけど、めちゃめちゃうまいですね。ちゃんとスイカの味、甘みあるんだけど、さらに牛乳で少しね、まろやかになってる。めっちゃうまいですね、これ。初めて飲んだけど、すごい美味しい。あ、うまい。これは結構ハマるかも。スイカジュースミルク、すごい美味しいです、これ。おすすめ。はい、スイカジュースミルク飲みながら、もう一個ね、購入したこちらのイカ焼き、イカ焼きね、一口大に切ってもらったやつ、こちらいただきたいと思います。こんな感じです。一つもね、割とプリプリ、肉厚。いただきます。うん、まあ、イカプリプリ。ちょっと冷めちゃったけど、冷めても全然美味しい。日本のイカ焼きとちょっとね、やっぱ違くて、さっきのトウモロコシと同じタレで焼いてんのかな。醤油よりはまろやかさがあって、あとね、これごまもついてるから、
ごまがちょっと散ってるから、ごまが散らされてるから、ちょっとねごまの風味も確かにあるなって感じですね。日本の醤油のイカ焼きも美味しいけど、これまた台湾っぽいというかね、独特な感じで美味しいですね。結構身がしっかり詰まってて、ね、ぎゅうぎゅうプリプリ、うん、美味しい。口の中でプリプリ弾ける、それぐらいねしっかりプリプリ感があって、歯ごたえあるけどちゃんと噛み切れる、そんなねイカ焼きです。ゲソ、頭の先から足の先まで全部ね焼いて切ってくれてるんで、これ小さいサイズを選んだんだけど、それでも結構ボリュームありますねこれね。うん、イカ焼き美味しいな。やっぱりこうね縁日みたいなのに来たら、こうイカ焼き食べたくなりますよね。夜市にはねウェットティッシュ必須です。1パックね持っとくと結構役立つんで、ウェットティッシュ絶対に持ってきましょう。台南結構こう甘いソースタレ多いんだけど、これもほんのり甘くてすごい美味しい。結構量あったけどもう食べきっちゃうなこれ。ラスト完食です。いろいろ食べて飲んだんで、最後にホテルでいただくこちらのルーエー買って帰りましょう。どれにしようかな、なんかねいろいろあるんですよねこうやってね悩む。これもちょっと気になるな。これいくつか買って帰ります。あともう一つあった、あの小箱に入ったこのルーエー、ここもね美味しいという風に昨日教えてもらったんで、ちょっとルーエー食べ比べってことでこちらでもちょっと買ってみたいと思います。いやー、どれにしようかな。チェガ、チェガ、あとはチェガ、ピーナッツ、あと天ぷらにしよう。天ぷら、天ぷら、天ぷら以上で。多少钱？八十五。八十五。要不要酸菜？要酸菜。要酸菜。パクチーも入れていただきました。はい、谢谢。谢谢你，拜拜。はい、ルーエー2袋を買ったんで、これねホテルに帰って食べ比べします。かわいい。かわいいな。はい、そういったわけで今日は台南最大の夜市、花園夜市からお送りしました。花園夜市の雰囲気伝わったでしょうか。あとね、僕が食べたものどんな味だったか伝わっていたら嬉しいです。こんな感じで花園夜市、さすがに1日じゃ食べ尽くせないほどめちゃめちゃたくさんのお店がありました。台北の夜市とはねまた違った賑やかさ、活気があってねすごい面白かったです。なんか台北のニーシアイエスグルメ夜市って言われるニーシアイエスがもう4倍5倍になった、そんな感じの夜市でした。台南に来たらね、ぜひこの花園夜市はね行ってほしいですね。木曜、土曜、日曜が花園夜市かな、なので行ってみてください。もう今ね夜中12時ですけど、今からホテル戻ってルーエーちょっとつまんで寝ようと思います。一日中食べてますが、台南はねやっぱりグルメの街なんで、こんなね旅が楽しいと思います。はい、そういったわけで今日の動画は以上です。バイバーイ。